人猟編は、卵化、春卵属の一種である。中国原産で、日本には、文明年間には渡来していたとされる。明治時代に、ブームが起こり個体選別が行われ、様々な品種が、選別増殖され現在に至っている。小型のシンビジウムの仲間で、寒さに強く、乾燥や、直射日光にも強く栽培しやすい品種。春から初夏にかけて開花し、 赤色、または白色の松林花を密に多数つける。花よりもどちらかといえば葉芸の方が重視される。一般的なシンビジウムの栽培に準ずるが、卵の中では比較的丈夫な品種のため、土質はあまり選ばない。水苔で固めに植えるか、市販の観葉植物用や卵用の土やみじんを除いた赤玉土など単用土でもか、 一般的な土でも環境が良ければよく育つ。肥料は成長期に非常に薄い液肥を回数多く与えるか、置き、声をする。陶器には強い北風が当たらず霜や雪に合わなければ、屋外で越冬が可能。株が、鉢いっぱいになった場合は春以降の成長期に株分け、植え替えを行うが、加賀が出ている株は、 花が終わってから植え替えないと根にダメージを受けて開花しないことがある。一般的に温帯三心ビジウムの種子は地中で長期間の近期生生活をしてから発揚生育を開始する。しかし本種は温帯酸としては例外的に熱帯三心ビジウムと同様の地上発芽型である。そのため一般の溶蘭と同じ条件で無菌播種により容易に未症増殖できる。 しかし目立った花の変異はほとんど見つかっておらず、不入りのほとんどの品種には遺伝性がないため、種内交配育種は全くと言って良いほど行われていない。その一方で、日本国内のシンビジウムの主観交雑育種においては、小型で耐寒性を持ち、他種との交配親和性も高いことから、育種史に残る重要な交配親の一つになっている。金両変の花には、 日本蜜蜂をはじめとする東洋蜜蜂の文法群や結婚飛行に飛び立ったオスバチの群れを引き寄せる匂いがあり、春先に日本蜜蜂の文法群を捕獲するときに利用されることもある。西洋蜜蜂の群れにはこの現象は見られない。他のシンビジウムと金両編との交配種でも日本蜜蜂の誘引性が認められることがある。 ありがとうございます。